前回のあらすじ、マミゾウに渡された物を持参して、妖怪の山にあるアミューズメント施設、バーニング、エスケープ、に侵入し、サイコフェイバリングス社の連中どもと対峙するも難なく倒すことに成功。そして施設の地下へ通じる扉の先に行くことができた私たち。しかしそこに広がっていたのは地下とは思えない大自然が広がる空間だった。植物を保護しているエリアなのかは謎だが、その場所はアニマル、ウィンドミル、といい、ごく一部の施設関係者にしか知られないような隠された場所なのだろうか。そこに祭壇があるのではないかと私たちは探る。そしてその場所にはまだまだ地下が続き、地下深くまで進むと、ビースト、メガロポリス、と呼ばれるいかにもヤバそうな場所にたどり着く。そして、我々がグリッチサイドを通じて集めてきたアーティファクトから解かれたその存在はかつて妖怪の山で起きていた戦争で最も恐れられていた、怨霊が目覚めたんだよ。一刻も早くこいつをどうにかしないと大変なことになるのは目でわかるだろう。あ、アリスー。アリスに憑依するなんて、でもアリスに攻撃なんて、できないわよ。あ、アリスさん。この体を利用すれば私の復讐はトントン拍子で進むことは間違いない。さあ、その道を開けろ。開けるわけないわよ。アリスに憑依するなんて、早くその体から出ていきなさい。何を言っているのかさっぱりだ。そこから地上へ出れるはずだ。私はもう狭い壺の中で窮屈に過ごすのはこりごりなのだ。ここから出すわけないわ。私たちはあなたを封じていたアーティファクトを集めていた。でも最終的に解放を許してしまった。どんな恨みがあるのかわからないけど、そのような能力で復讐を誓うなんて。いい加減元の壺に封印されなさい。封印なんてされないんだ。もうあんな監獄のような場所とはおさらばだ。いいから、そこをどけろよ。小石。何が何でもあいつを外に逃がしちゃいけないわ。私たちで、ガードを固めるわ。ぐぬぬぬ。潔くどかないとは、仕方がない。次はお前に乗り移るまでだ。え、霊夢、逃げろ早く。さあ、お前たちにはもう用はない。妖怪の山に出て、私を封印した愚か者たち全員に復讐を決行する。アディオスだ、サラバンキネース。霊夢の体を乗っ取って逃げたわよ。追いかけましょ。ネブム、ネブム。大丈夫かしら、怪我してない？私は。って、つかさ、お前こそこんなところで。うわーん、ね、ネブム、心配させてー。なぜ泣いているんだ？詳しい話を聞こうじゃないか、つかさ。ねえそこ、霊夢さんが憑依されるなんて、私たちに何かできないかしら。スワームさん落ち着いてください。私たちはここでおとなしく見ておきましょう。きっと小石さんたちが何とかしますよ。そうですの。小石様たちがきっと何とかしてくれると思いますの。話せ、どうして通してくれないんだ。なぜならお前の様子が変哲だから。それ以外に理由なんてものはないぞ。白霊霊夢ではない。そうやって体を乗っ取り、ここから出ていこうとしているなんてお見通しよ。そうですよ。何が何でもここから出しません。さあ、くたばりなさい。ち、面倒くさい奴らね。こうなったら私の恐ろしさを見せつけてやる。お前たちに構っている時間はないんだ。さあ、これでも食らえ。なんてやつだ。弾丸を放たれたかのようだ。侮れないな、やはり。あなたたち、大丈夫なの？ボロボロじゃないの？霊夢を見なかったか。ものすごくやべえことになってんだよ。ああ、見たさ。それで食い止めようとしたところ、このありさまだ。霊夢の体とはいえ、霊夢ですら出さないような弾を浴びせてきたぞ。彼女が恐れられていること自体、憑依して、その能力を見事に模倣までさせてしまうという点でしょうか。どこまでが彼女の能力を大幅に強化させているのか、わかりませんが。とにかく君たちも気をつけてくれ。あいつはただものじゃないぞ。もちろんよ。霊夢さんを助けないとね。で、アニマル、ウィンドミルを出して。
復したってことは施設の外へ出ようとしているんだわ。怖いです。お医者さん、早く通院させましょうよ。最悪の最悪を想定して、青空横丁や銀色茜に逃げられたら厄介だ。この企画だと地獄街道だろうな。小石さん、無事っすか？チアリたちもなんとかヤバいやつを包囲しようとしたんすけど、霊夢さんに用意しているのかわからんけど、ヤバタニエンでした。チアリ？それにみんな、ボロボロじゃない？あいつ、通り魔のごとく手当たり次第に攻撃していってるのね。とても許されたことじゃありません。次から次へと被害が拡大。これでは街中の人たちにも影響を及ぼすはずです。奴を追いかけるとしよう。私たち、止めようとしたけど、うまくいかなかったわ。ごめんね、役立たずで。ああ、このトラバサミで捕獲しようと思ったのに、嘆きだわ、嘆きだわ。いいのよ。後のことは私たちに任せてちょうだい。ああ、我々であの運用の野望を阻止してやる。小石とマリサ、あなたたちにこれを譲るわ。これでも噛んで、ファイトよ。あらまあ、アメちゃんね。ありがとう。残務様もきっとお気づき。そして私たちを気にしてくれているわ。はは。息切れ必死やわ。でも言わないと、霊夢さんも、青空横丁のみんなも、大変なことになる。そうだな。泊まるのは現金で行こうぜ。よし、ここまで来たら最短距離のルートでも探して。その必要はない。事態は深刻しているようだ。私が協力してやるよ。この扉をくぐれば地獄街道に行ける。おきな、ありがとう。して、その扉は？ここにある。名付けて、どこにでもドア、だ。突っ込みたいけど、今そんな状況じゃないわ。よし、みんな行くわよ。さあ、私に命令をするんだ。私は長い間苦しんだ。お前たちが豊かな生活を送っている間にな。その苦しみは計り知れないものなんだ。どうなっているの？なんで霊夢が私たちに命令を？ねえ、霊夢が霊夢じゃないみたいよ。霊夢ですら、私たちにそんなことを言ってくるわけがないわ。どうすればいいんだろう？おい、いたぞ霊夢が。あいつ、何をしとるのかわからんが、天使たちを奴隷にしようとしているのか？そうみたい。それにここは地獄街道では最も人通りの多い道よね。こんなところで通行人の邪魔をするなんて。許せないよな。私たちで、霊夢の体の中から、あの運用を追い払う。小石よ、直接襲えば、あいつはまた逃げるに違いない。そうね。奇襲を食らわせるしかないわね。でもどうやって、ステルス能力なんて持ってないわよ。どうやらお困りだな。緑髪、ステルス能力なんて持ってのほかだぞ。私にいい考えがある。そこにいるだろう。悟り隊長、そこにいるって、どういうことなのかしら。見ればわかる。お前たちを支えてきた人物たちがいるだろう。ヘカーティアたちのことを言ってるのかしら。でも彼女たちもまんまと反撃に遭ってしまってるのね。もう打つ手はないんじゃないかしら。霊夢に取り付いて、やりたい放題みたいだし。そうね。どうして、暴れ回ってるかしら。純子にヘカーティア。恐ろしい。水に触れるだけで体を憑依するなんて。何があっても近づいたら、アウトですね。あんたら誰だっけ？忘れないで。さあ、ここで終わりにしよう。まずはこの街を破壊する。そして、街の人間や妖怪、鬼から幽霊。ありとあらゆるものは混乱に陥るだろう。そうはさせないわ。宮出口水し、もう逃がさないわよ。あんたを封印する。これ以上、いたずらさせないわよ。またお前らか。言っただろうが、私の復讐劇を遮断するな。私は何としてでも愚か者たちに反落しないと、納得できないのだ。何が反落よ。愚か者だろうが何だろうが、悪いことをするような奴の方が愚か者なの。
なんでこんな奴に、従わなければならんのだ。私は復讐をやめない。この世界の人間どもを、私を封印したことを。だから、反論なんてしてないで、逆らうんだ。まずはお前の体をめちゃくちゃにしてやる。私をバカにした因果応報をくらいな。くそ？こいつを狙おうとしとるのか。なんだ？残念じゃが、お主の快進撃はそこまでじゃ。そうじゃ、お主を封印から解いてはいけないということは再三再四、身の程知っておったからな。さあ、お主はビースト、メガロポリスの祭壇で再び封印されるんじゃ。ふざけんな、出せよ。私はここでくたばるほどのものじゃないんだよ。そこのお前の体に逃げるまでだ。お石さん、逃げてください。ああ、あいつ、隙間から脱獄して、小石に憑依しようとしてやがる。やはり、このように利用できるのはありがたいことだ。それになんだか凄そうな穴を見つけたぞ。一体何をする気だ。ブリッジサイドが出現した。おい待てよ、まさか。ここでは話にはならないようだ。じゃあな。待ちやがれ。おい、アリスに言うかにゆかり、小石を追うぞ。さあ、この私に世界を譲らせろ。さもなければ次元という次元を破壊する。こちらに逃げてくるとは。早く小石の体から出ていきなさい。はん、やなこった。そんなこと言ったら、お前をこの包丁で。それはメリーさんの電話の包丁。やめなさい。何があろうともあなたに世界を破壊させるような真似はさせないわよ。そうよ。私たちはどこまでも追い続けるわよ。さあ、霊夢に言うか、アリス、行くわよ。諦めなさい。逃げ場はどこにもないわ。これ以上、悪さをするなら、徹底に攻撃するわよ。悪霊退散、悪霊退散、私たちが、正義に代わってお仕置きよ。みんなですごいリーム。どんな技だよ。ああ。どうして、こうして、そうして、私を、追い込もうとするんだ。お前らなんかに邪魔されたり、おかしなことをされる、わけにはいかないんだ。増えたみたいね。でも消滅してないわ。ブリッジサイドに逃げ込んだわ。皆様、追いかけるのです。くそ。これじゃあ、まともに反落できない。早く次に憑依する相手を探さないと。あれはちょうどいい奴がいるじゃないか。しめしめ。私の野望はすぐさま終わらんのだ。今度こそ、ギャフンと言わせてやる。なんか、ちょうどいいのいるじゃないの。よ、そこの人類さん。なんで飛んで落ちてきてー。じゃあなんだ、この子は。っていうか、私、本気出しすぎたわ。恐るべし怪力パワー。あっけないラストね。追い詰めたぞ。さあ、もう観念しなさい。ああ、どこにも逃げ場も。あれ？ぺっちゃんこになってるじゃん。一体何があったのかしら。みんなに聞いてみましょ。こうして、小石さんたちは、ネオ出口水木という怨霊に打ち勝つことができたみたいです。最終的には怪力パワーの鬼さん方をしてくれたみたいです。めでとし、めでとし。